私は2011年4月からミニチュアを使った写真を撮り始めました。今では毎日インスタグラムでミニチュアの写真をアップロードしています。今まで7年間続けているんですけど、約2500ぐらいの作品を制作しました。インスタグラムのフォロワー数は100万人に達しています。子どもの頃はあまりたくさんおもちゃを買ってもらえるような家庭ではなかったので、身の回りにあるものとかその日用品を工夫して遊ぶです。もともとこの人形を使おうと思ったのは、うちの妻がこうプレゼントでくれた牛の人形とかがあるんですけど、鉄道模型で使うですね、それをなんかこう持ってたっていうのがあって、写真で使おうっていうか、なんか写真の被写体に何か欲しいなって言った時に、その写真にこうその牛の人形を使い始めたっていうのが、まあ一番のきっかけなのかなと思ってます。インスタグラムでもともと持っていたミニチュアを趣味でちょっと撮影し始めた時があって、でその時にコメントでですね、まあ、なんか毎日やってよってい こうコメントをいただいて、じゃあノリでちょっとこうやってみようかなと思い始めたのが、その毎日やるきっかけではありますかね。作品の平均制作時間はだいたい2時間ぐらいですかね。使う道具に関しては選ぶポイントはですね、誰でもわかるものなんですよ。例えばこう若い人でもどの国の人でもわかるもの。僕のこの企画というかミニチュアのこの一連の作品の中のまあ象徴的なものとしてやっぱりブロッコリーを置いてるんですけど、こう例えばどういう仕事をしてるんですかって聞かれた時に、ブロッコリーを木に見立てて例えばこうミニチュアを置いて作品を作ったりとかしてますって言うと、ああ なるほどブロッコリーって木に見えますよねみたいな話になるんですよね。こういう見立ての作品の入門として、こうブロッコリーっていうものが非常に相性がいいなと思ってます。で僕のミニチュアの人形はもう実際作ってます。自分で 3D プリンターで自分もスキャンして、でそれをブロッコリーの横に並べて撮ったりとかしてる。まあ今まで気に入ってる作品はですね、結構その時と場合によって僕結構変わるんですよ。まあ、この時期はこれが好きだったりとか、今好きなのは新幹線のパンの作品ですね。コッペパンのやつで、最近展覧会でそれを実際に走らせてこう展示してるんですけど、まあ、そこで結構子供が喜んでたくさんこうやっぱ食いついてくれるん で、どんどん作品が好きだったのみたいなことを聞くと、まあ、この新幹線みたいな感じで喜んでくれるので、なんかちょっと愛着がいい作品になったなと思いました。まあ、伝えたい、ことは、例えばこう日常にあるものですね、こう大人になるとこうあんまり真剣に見ないじゃないですか、そのものと向き合わないというか、例えばこう僕の作品を見てそのものの価値が上がったりとか、こうそれに対して愛着が湧いたりとか、もっとものを大事にしたりとか、そういう感覚がこう感じ取れたらいいなと思ってます。私はミニチュア写真家田中達也です。